こんにちは。毎年5月1日から3日までボロネジアニメフェスティバルが行われています。アニメフェスティバルはコスプレショー、コンサート、様々な講義やオープンエアというイベントを含んでいます。それにフェスティバルの時、スパルタクという映画館で新しいアニメを見ることができます。オープンエアはいつも広い公園で行われていますから、オープンエアと呼びます。公式的な題名はフォーラム展示会です。このイベント中、いろいろな売店があって、フォーラム展示会に来た人はアニメや日本に関係がある製品を買ったり、日本の伝統的な遊びを遊んだりして時間を楽しく過ごします。展示会の製品の中は手作りのものが多いです。ボロネジアニメフェスティバルのもう一つ魅力的なイベントはパレードです。みんなはコスプレのままでボロネジを歩いて、みんなの注目を集めて驚かせます。コスプレする人は写真を撮りたい人に喜んで写真を撮らせます。一般的にこのフェスティバルの雰囲気はとても友情のあって明るくていいです。Bye.
次会がオープン AA に来た人は小さいコンサートに出席できます。大体の歌は日本語とロシア語で演奏されています。他の国の歌もあります。例えばドイツです。А мы думали, вы взлетите.私はロシアの祝日で、この3日間は連休になりますから、人が大勢集まります。Полностью.
Я с ушами. Все, да. Я нашла.